トランプ氏の貿易政策は日本に壮大な株高をもたらすのか。アメリカのトランプ大統領、今週火曜日、アメリカと中国が貿易問題をめぐり、合意に達する公算は大きいとの認識を示し、数日中に両国の高官が交渉の席に着く見通しだと述べました。アメリカと中国のこの貿易摩擦です。武者さん、このアメリカ中国の貿易摩擦、こちらについては今後どうなるとご覧になってますか？おそらくですね、はい、この議論は長期、そして多岐にわたると思いますね。はい、日本とアメリカの貿易摩擦も、十数年にわたって続いたんですね。したがって、何か一つのことで、これで決着っていうことにはならずに、ずっと続くと思います。はい、で、その根本的な、原因は何かというとですね、中国が、ある意味では不公正な貿易によって、アメリカ経済を上回るほどの経済成長を遂げて、その先にはアメリカの覇権を中国が奪うという、そこまでもう見えてきたからなんですよね。したがってアメリカとしては、この不公平さをやめ、そして中国の経済、不当な経済成長に歯止めをかけ、中国がアメリカを追い越すというようなことが、決して起こらないような手を打たなきゃいけない。そのですね、最も重要な手立てが、米中貿易摩擦、貿易戦争なんですね。ということは、簡単には終わらないということだと思います。ただ重要なことはですね、やはり中国のこれまでの台頭が、非常に問題のある不公正の連続によって成し遂げられてきたんだと。技術を盗んだりですね、他の国の企業の活動を制約したり、様々な問題をやったわけですよね。で、これはもう認められないというのがアメリカ側の本音であり、中国はアメリカとの貿易で一方的に利益を得てますから、アメリカが要求したらですね、のらりくらりとある程度譲歩をすると。で、アメリカはずっとそのまま戦争に突き進むつもりもないので、一定の容認をすると。だから中国の譲歩とアメリカの容認、中国の譲歩とアメリカの容認、これがですね、もうずっと繰り返されると、ね、ゆっくり進んでいくということなんですね。今回、ラジオ機の方もご存知の方多いかと思いますけれども、アメリカがですね、中国、これ日本も巻き込まれましたけれども、鉄とアルミニウム、ね、これで関税かけるぞと。でもこれは実際にかかりました。で、もう一つは知的財産という問題で、具体的に言えば、例えば中国にこの入ってくる外国からのこの会社に、君たちのノウハウを私たちに渡さなければ入れさせないよみたいなことをね、例えば言ったりだとか、そういったもの、これをけしからんとしたのが今回のアメリカだということですね。で、これは、アメリカと中国の間だけではなくてですね、今同じような問題が、もちろん日中でも起こってますし、それからヨーロッパと中国でも起こってるんですね。非常に驚くべきことに、最近ですね、ドイツ企業の中国に対する警戒感がものすごく強くなってるんですね。結局ですね、今まで中国をサポートし、その恩恵を受けて、ヨーロッパで一番成長してきたのが、ドイツですよね。しかし、結局、10年経ってみると、技術をどんどん、コピーされ、そして、そのコピーした企業が、今までドイツ企業が、奪って、収めていたシェアを奪ってしまってですね、結局、もうどんどん先細りになっていくということが見えてきたと。結局、いいとこ取りされたんじゃないかという反省が、ドイツ企業にも非常にこう高まってます。つまりアメリカだけではなくてですね、今の中国の一人勝ちのフレームワークというのは、これはもう容認できないと。まして中国は、依然として、一党独裁ですしね、法治制度も、きちんと整ってない国ですし、そんな国がですね、さらに経済力を強めて、世界の、覇権国になる。これは到底容認できないわけですね。そういった意味で、米中貿易摩擦というのはですね、ある意味では、中国に対して、主要国がノーということを、言い始める一番大きなですね、転換点になっているというふうに言ってもいいと思うんですよね。さあ、そこで気になるのがですね、この米中貿易摩擦、貿易戦争によって、今後日本どういう影響を受けるかということなんですけれども、これ、鉄とアルミニウムに関しては、その、中国にがターゲットだというものの、日本にもこのね、関税かかったわけですし、あとはその、トランプ大統領ですけれども、対日貿易赤字というの、これ非常に不平等、不公正だと訴えてます。で、先週行われた日米首脳会談の後の共同記者会見でも、日本への自動車輸出に触れて、私たちはあまり多くの製品を輸出していない、貿易障壁があるからだ、壁があるからだと不満を言ってます。また、アメリカにとって2国間の FTA ですよね、貿易協定の方が望ましいとも言っています。このアメリカが求める FTA、これに対して安倍総理は、いや、TPP がよろしいのではないかというふうなこと、意見は言ってますけれども、このあたりいかがですか？アメリカ側の主張にあまり根拠はないと思うんですよね。で、例えば自動車関税は、日本はほぼゼロですけど、アメリカは依然として小型トラック 25% というように、むしろアメリカの方が障壁大きいんですね。じゃあなぜアメリカの車は売れないのかと。ドイツの車は売れてるわけですから、それはやっぱりアメリカのブランドに対する、まあ、消費者の信頼がないからですね。という意味ではですね、もう自動車が貿易摩擦の対象となるような状況ではないと思いますね。それから、まあ、いわゆる牛肉の問題もですね、まあ、TPP に入らなかったおかげで、まあ、そのオーストラリアに比べて、アメリカのまあ牛肉が不利益を被っているということですから、これはもう TPP に戻ればいいだけの話ですね。そういった意味で、日本はアメリカからいろいろ言われてもですね、まあ、こちらの方に、実は、まあ、根拠があるんだと、正当性があるんだと、まあ、いうスタンスでいけばいいんじゃないかと思いますね。それと重要なことは、日本企業はアメリカとの間では、まあ、一定の貿易黒字ありますけど、全体で見ると日本の貿易黒字ってのはもうほとんどないんですよ。でも日本は大幅な経常収支の黒字があるんですね。じゃあ日本の黒字はどこから来てるかというと、所得収支。つまり日本企業が海外に投資をした、その利益が日本の黒字の最大の原因なんですね。で、海外に投資をするってことは、向こうで商売をやって、向こうで人を雇ってるってことですから、これは感謝されていいはずなんですね。つまり中国やドイツや、まあ韓国や、多くの黒字国はみんな貿易で稼いでる。これはけしからんと言われるのは、まあ、仕方がない。しかし日本の稼ぎはですね、貿易じゃなくて、現地で作って、現地で人を雇ってる黒字ですからね。これはもう文句言われる筋合いはないですよね。投資してるってことですね。そこのところをですね、強く主張すれば、アメリカは日本にいろいろ言うことはできないと思いますね。まあ、そのスマートフォンだってですね、インターネットだってもう全部アメリカ企業に、まあ日本企業の、日本の市場を開放してるわけですからね。さて、いろいろですね、例えばその第4次産業革命なんていうふうにも言われる昨今ですけれども、その、今後のこの、まあ、アメリカとの関係もあります、日本。まあ気になるのはその日経平均の株価なんですけれども、これっていうのはその、まあ、プラスに例えて、最高値ってどのくらいまでつけるんですかね。私はですね、15年ぐらいかけて、10万円を超えていくと思うんですね。つまり、あと5倍の株価上昇が十数年かけてあり得ると。それは年率 10% ぐらいの上昇でなるわけです。ですから、十分になり得ると思うんですね。昭和のですね、最後の40年、1950年から1990年の、この40年間に日本の株どれだけ上がったかというと、どれだけだと思います？どれだけですか？400倍ですよ。じゃあ平成の30年、株価はどれだけ上がったと思います？どれだけですか？マイナスです。40年で400倍、30年でマイナス。その後にですね、まあ、おそらく15年で、まあ、せいぜい5倍と、マイルドな上昇。武者さんでした。今朝のコメンテーターは、武者リサーチ代表、エコノミスト、武者良二さんです。先ほどのお話なんですけれども、15年ぐらいかけて、10万日経平均、ね、最高値はいく。いや、10万よりももっと上がっていくと思いますけどね、歴史的に考えれば。歴史的にね、400倍だなと。上がっていくものなんですよ。まあ、落ちるときもあるけど、長期的に見ると上がっていくものだということです。そういうことなんですね。まあ、でも、先ほどですね、武者さんのそのアメリカとの日本との貿易のね、問題なんかもおっしゃっていただきました。非常になんかこう、先行き明るい。まあ、でも、ぴしゃりという人がいるかどうかっていうのもありますけどもね、そのあたり言えるのか、あともう一つは、安全保障という問題、そこにアメリカが絡めてきますよね。そうですね。まあ、端的に言ってですね、今、日本はどこの国と喧嘩しても、怖くないんですよ。それはなぜかというと、相手をまあ競争して相手の不利益で商売してるわけじゃないから、相手が作れないものを提供してるから怖くないんですね。それ輸出面でね。そうですね。これはこれからますますですね、いわゆるハイテクのまあインダスまあ第4次産業革命 IoT っていうのが進行すればするほどですね、日本のその技術だとか品質の優位性ますます高まってくると思うんですね。まあそういった意味では日本はまあ昭和の時代は叩かれましたけど、まあ平成のこの後に及んでですね、むしろ世界のどこの国からも愛されるですね存在になったと。それは経済の面でですね。ということが大事だと思いますね。年号も今度変わりますね。変わりますしね。そうすると未来は武者さん明るいですね。それはもうめちゃくちゃに明るいと思います。日本の将来は。そうですか。さて日経の記事を見るとこういうその摩擦でもあるんですね。米中貿易摩擦、先ほども貿易戦争、これ武者さんにお話しいただきましたけれども、これがですね世界のスマートフォン産業を大きく揺らしていると。アメリカ政府、中国通信機器の大手 ZTE こちらへの制裁に続いて中国の通信機器大手ファーウェイにも圧力を強め始めているという記事です。複数のアメリカメディア、25日、アメリカ司法省、ファーウェイを捜査していると報じました。アメリカからイランへ違法に通信機器を輸出していた疑い、これが浮上しています。同様の理由で ZTE、今後7年間、アメリカ企業との取引を禁じるというですね、これ厳しい制裁です。アメリカ政府から受けていました。世界のスマホ市場、年間およそ15億台と推定されておりまして、その半分以上を中国製が占めています。で、ファーウェイの世界シェア3位です。厳しい制度をこれ受けると、スマホの世界生産、これにも影響が広がるがると見られています。アメリカ政府による中国の通信機器大手への制裁と圧力、これ大きいですね。これは大きいと思いますね。かつてですね、1990年、日本の半導体の世界シェアが5割になったこともあったんですね。アメリカから徹底的に叩かれて、今1割以下に落ちてますよね。おそらくアメリカは中国のこのハイテクの最先端である通信機器、スマホも含めてですね、これの中国の台頭は絶対容認しないと。したがって場合によってはこじつけでもですね、ビジネスの妨害を図るということをやってくるでしょうね。それがアメリカという国のですね、一つの本質ですよね。先ほどの武者さんのお話ですと、でもその中国は譲歩して、で、それをアメリカがちょっと認めてと、このや図で少しってかしばらくいくっていくと思いますね。それからアメリカが中国に求めるもう一つの重要な要素は、人民元の切り下げ絶対やらせないということですね。そうすると強い人民元の下で中国の競争力がどんどん弱くなります。日本が円高でやられたように中国もですね、おそらく長期的に見て競争力を大きく失うという時代に入っていると思うんですよね。今中国の湾岸地域のですね人件費はアジアで一番高いんですよ。ですから中国の貿易黒字は急速に年率で2割ぐらいもう減ってるんですね。その下で通貨を高いまま維持するってことになると、あと数年もすれば中国の競争力はだいぶ弱くなっていくと思いますね。アメリカはそういう長い目で見て中国を衰弱させるという戦略を取っているというふうに考えるべきだと思います。ついこの前でも習近平体制がさらに強化されました。でも経済足元がこの弱くガタガタっとなってくると、その習近平体制っていうのはこれどうなってくるんですかね。まだそこまではいかなくてですね、じわじわと5年10年かけて中国経済が衰弱していくと、20年ぐらい経ってみたら、昔の強気は一体何だったんだろうというような経済衰弱が訪れる可能性はあると思いますね。その感激を述べてるのもちょっと語弊あるかもしれませんが、じゃあ日本は日本で立場をしっかりと保って、そうですね、日本は非常に有利な立場にあります。中国にとってもアメリカにとっても日本の製品はもう欠くことができないからですね、今や中国、韓国、中国、台湾、中国、ドイツはお互いに競争してますけど、日本と中国の製品はあまりぶつかってないんですよね。そういうことなんですね。今朝のコメンテーターは武者亮二さんでした。武者さん、ありがとうございました。